イーズナ高原スキー場は長野県長野市にあったスキー場。1998年の長野オリンピックの際にはエアリアルとモーグルの競技会場となった。経営難のため2020年2月16日に営業を終了した。2020年12月からは旧スキー場の感謝面一帯にイーズナ高原ズナッチ広場が開設されている。1965年営業開始。 国信五竹の一つである、飯綱山の南斜面に開かれたスキー場で、長野市街地からも近く、初心者から上級者まで楽しめるバラエティに富んだコースを持つスキー場であった。1970年4月1日からは管理運営が長野市開発公社に委託された。1998年の長野五輪では競技会場となった。 3万人前後の動員となり、長野市は、下記の理由から、スキー場の今後の運営について、検討を重ねた。これらの創造的な理由により、イーズナ高原スキー場は、慢性的な赤字経営で、毎年長野市が1億前後の補填をしている状態となっていた。そこで、長野市は、平成30年に、イーズナ高原スキー場について、下記の決定をした。 2019年赤字経営が続く中で民間の事業者に譲渡することを決め、公募を開始するも応募者がなく、2020年をもって営業を終了することとなった2020年12月26日、地元有志によって旧スキー場のソリコースや初心者向けコースの下方の感謝面一体に、雪遊びのためのイーズナ高原ズナッチ広場が開設された。ボランティアによる運営で、 長野市から土地の使用許可と私有トイレの対応を受けている。入場は無料でソリなどは有料の貸し出しを行っている。ありがとうございます。